ップルウォッチを手に入れて3ヶ月使ってみて、私なりにどう感じたかをレビューしようと思います。ガジェット系にはそんな詳しくないし、まだまだ使いこなせてないとは思います。手放せなくなるポイント、デザインの可愛さ、すぐ使えるとありがたい機能、支払い、音楽、乗り換え案内アプリ。では詳しく説明していこうと思います。ようになってから本当に便利すぎて、家に忘れてきてしまった日には萎えます。アプリはこのような感じで表示されます。自分がカスタムした文字盤が表示されます。スライドすることでいつでもこのように変更することができます。デザインによってはタッチすることで変わったりもします。この文字盤のところに計算機やタイマー、気温、バッテリーなど自分でよく使う機能などを設定できるのがおすすめのポイントです。自分の好きな写真にすることも可能です。この写真は姉に書いてもらったものです。このように iPhone の設定で好きな文字盤にカスタマイズすることができます。アプリを開いてみます。私は結構お買い物の時計算機を利用します。携帯を出さずにすぐにパッとできるのがとてもいいです。次にストップウォッチを開きます。私はそこまで頻繁には使いませんが、運動をする方にはとてもいいかもしれません。次はタイマーです。これをカップラーメンや料理をするときによく使う機能です。アラームです。寝ている間に充電しているのでめったに利用しませんが、振動するのでそれはとてもいいです。でも今のところは携帯のアラームでなんとかなっています。カメラを遠隔操作できるので写真撮影をするときにかなり活躍します。写真をすぐに Apple Watch で確認できるのもいいところです。支払い、これが一番利用する機能です。横のボタンをダブルクリックすることでクレジットカードや交通系 IC を開くことができ、クイックペイなどの支払いに利用できます。駅の自動改札機を通るときはかざすだけで OK です。
ペイも利用可能。ただ QR コードをスキャンして支払う場合には Apple Watch からは利用することができません。音楽、Apple Music と Spotify はプレイリストなどの操作が可能。他の音楽アプリも再生、スキップなどの単純操作はできます。乗り換え案内アプリ、携帯のアプリで検索しておけば Apple Watch から見ることができます。ただ Apple Watch 内で検索することはできません。充電方法、付属の磁気充電ケーブルに置くだけで充電することができます。マグネットになっているのでピタッとくっつきます。欠点は Apple Watch 対応のアプリの数が少ない。で、携帯に入っているアプリ全てが Apple Watch 内で使えるようになればいいなと思います。表示される天気情報が旅先などで勝手に切り替わってくれないので、それがちょっと不便です。3ヶ月間使ってみて、便利すぎてもう本当にやばいです。家から出る時だけではなく、生活するのに必須アイテムになってしまいました。